皆さんどうもこんにちは、ゆりこタイガーです。チャオアモレ君からチャオ、日本おめでとうございます。パチねえ、起きた時に超びっくりしたんですよね、今朝は。いや、なんか日本が再現がサッカーに強いなと思ってたんですけど、まさかこんなに勝つと思うなんてすごいなって思ってきました。夢、ね、今日はスペインとかって、この間はドイツと勝ってて、それはイタリアにもテレビニュースになりました。で、ちょっと面白い画像を見せるなんですけど、これはね、私のお父さんからもいただいた写真の一つなんだけど、こちらですよね。イタリアのテレビ見て、 MC とリティッツェットね、結構有名なの方なんだけど、こんなにイタリア人は日本が好きだって当たり前好きなんですよ。みんなブラボ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 ブラビッシモ、今年の一番の人気言葉はもうブラボですよね。それはイタリア語の言葉です。もともとオペラの文化から使ってたオペラなんですけど、いい意味はいい子というの意味なんですけど、すごい上手とか感動するときに使えます。いやー、ほんとすごかったんですよ。で、今はもう完全にそのイタリアの、あとレポブリカ、有名な、あとガゼタデロスポートとか有名なの、プリマパジナ、ファーストページも、なんだっけ、新聞、グラッセ、新聞のファーストページは全部日本に書かれてます。で、それは全部いいことなんですよ。あとはもう一つニュースになったら、いつもそのレポブリカの新聞はもう一つになったのは、スポイアトーイを着替えるところと、現場、場所を綺麗にした、ドイツのアートとスペインのアートとかも綺麗にしてるのは本当さすが日本ですとって書いてるんですよね。すごい、やっぱりイタリア人とか、まあ、世界人に感動されたんですよね。イタリア人から大きくと、そのラリポブリカとかにも書かれてるなんですけど、ドイツとかスペインの強いイメージがあったなんですけど、頭を使って日本が勝ちましたっていうのことも書かれてますね。今はツイッターにすごくミームになってるの、写真がすごく多くて、一つはね、こちらこちらは私も大好きになった。そう、ゴジラとバーススキングンがね、ドイツとスペインで、急には柴犬の日本がボンク、ボンクされるんですよね。結構Twitch とか YouTube でよく使ってるのは、柴犬のミームがあって、これボンクする、二人とも潰す、見て、なんか可愛くない、この柴犬。これがめちゃめちゃ人気になった。と、あとはもう一つ、さすがジャパンのは、チームに全部アニメのキャラクターの顔にエディティングされたんですよね。ナルト、ドラゴンボールとか。わかる、超わかる。これ本当大好きなんですよね。Japan one day got to bring into Spain and Germany group. Call an ambulance!But not for me. その日本はすごい弱そう、もう、もう負けてる、負けてる、 Not for me. でもそれはものすごく笑いになった動画ですよね。あと、そう、お餅を作る、なんか急にってさ、日本、イタリア人とかも餅を作るって、なんか餅というのパパは人気にあったんだけど、なんで人気にあったかが違うんです。とにかく日本だけじゃなく、イタリアから世界中に日本を応援してます。イエーイ、私も日本応援しますよ。特にイタリアから日本が勝ってるなんて一番嬉しいなんだね。あ、特に分かった、分かった、なぜ特にイタリア人は日本を今応援してるのは、もう一つの理由、この前はね、ドイツに
に負けたんですよね。ドイツに負けて悔しかったんですよ。だからドイツと勝った瞬間に、わー、私なんで勝手に私たちのリベンジだみたいで言ってたんですよね、テレビとかに。もう一つすっごく感動してたの写真はね、こちらなんです。これはめちゃめちゃ感動されてたみたいんですよ。そう、日本チームはその試合が終わった後にちゃんとゴミを取って捨てる。これはね、イタリア人とか、まあ、特に外国人にも習うべきことだと思います。それはね、そのなかなか久しぶりこの前イタリアに帰ったなんですけど、もうほんと普通に見たんですよ。なんかほんともう物を必ず道に捨てちゃうんですよね。なんだかほんと悪い癖だと思いますが、その日本はまあ、必ずあんまりもしないし、ちゃんとその使ったあと場所とか物を使った後に綺麗にするの文化はもう完全に日本文化ですよね。でこれはそのまあやっぱりイタリア人、これはどこまで強くてもやったことはないでしょうとかのはもうイタリア人からだったので、そのもう日本のこれから習うことは作家だけではなくて文化とかマナーとか単語とかんじゃないって広がってます。今日は日本が勝ったということはイタリアにも日本にもみんな喜んでて、イタリア人からも日本が次も頑張れって応援しますよの温かいメッセージもいっぱいツイッターにアップしてるし、こっちからも頑張れ、ブラボー、フォッツァ、フォッツァと言いたいです。フォッツァは強いということで、特にそのサッカーに使う言葉なんですよね。次も勝ってくれるといいんですよね。応援します。よかったらチャンネルを登録といいねねしてください。よろしくお願いします。バイバイ。